ハレルヤ。ホサンナ聖火隊の美しい賛美、心から感謝いたします。また、ヘプシバ賛美チームの賛美にも心から感謝いたします、えー。もう秋になりました。今日は10月の最初の日曜日であります。私も黒のガウンを着ました。秋が来たことを私たちは感じますけれども。 このように、えー、月日が歳月が過ぎていくのがとても早く感じます今日もた私たちに与えられている使命をしっかりと纏うして歩むものとなることを主のびなもって祝福いたします私は今日レビ記2章13節とマタイによる福音書5章13節から14節の御言葉を通してあなた方は地の塩ですという題名で御言葉を語りたいと思います 今日の本文を見るとあなた方は地の塩ですと語られていますね。世の中の塩ということはどういう意味でしょうか塩の使命が何かを私たちは悟らなければいけないわけですね。私たちは塩としての使命があるわけです。この塩というものは人にとってとても重要なものであります。塩がなくてもまた あってももどちらでででいいいいというわけではないわけけはなすね塩がなければ死に至るかもしれません。また昔古代の社会では塩というものはとても、えー、貴重なものでした。塩を、えー、白い金だとも言いました。古代のローマ社会にとってはですね、軍人に、えー、給料として与えるのを 時にはこの塩を通して払ったりもしましたそれをラテン語でサラリウムと言いますサラリウムラテン語でサラリウムと言うんですけどもこのサルというのは塩ですその当時塩がとても重要だったわけですね冷蔵庫もなかったわけですから肉だったりまた魚であったり塩を通して 防腐剤として用いていたわけですね。塩が,がとても重要でした。英語でも、えー、給料のことをサラリーと言いますよね、えー。サラリーマンと言いますよね。そのサラリーマンというその単語がラテ,ラテン語のこのサラリームへ来、えー、ました。サラリウムから来たわけですね。皆さん、給料を使用でもらうとしたらどうしますか 今とは違いますけれども、私たちは霊的に塩を得る信徒とならなければいけません。私たちには必ず塩が必要なようにですね。霊的にも私たちにも塩が必要なわけです。では塩は、その使命は何なのか。塩の使命は何なのかを見てみたいと思います。まず1つ目に、塩の役割は味を出す使命が必要です。味を出す使命が必要です。 塩がなければ味が出ないわけですよね。今日の本文でも、えー、何によって、えー、味をつけるのかと語っていますよね。塩がなければどうやって味をつけようかと。ある人が、えー、昔、えー、田舎のおばあちゃんの家にいたそうです。そのおばあちゃんが作ってくれるスープを飲みに、えー、田舎に出ていったわけですね。 そしておばあちゃんがそのスープを煮込んで作りました。そしてそれを食べ,た食べてみたんですけれども、昔の味じゃないんですね。で、おばあちゃんが作ってくれたから、悪口も言,い、ま、言うこともできませんし、でおじ、横にいたおじいちゃんがそのスープを 食べて言うんですね。この味は何なんだなと。それでおばあちゃんも味を見てみるんですけれども、ああ忘れていたと。塩を、えー、入れなかったと。そして塩を入れてみるとどうなりますか、えー、塩を入れるだけで味が変わるわけですよね。えー、天と地の差に差と言えるほど。 塩があるかないかでその味がですね完全に変わるわけですそれでそのスープをおいしく食べてですね何と言いますかごちそうさまでしたと言いますよねおばあちゃんの塩がおいしかったと言いますか言,えま言わないですよねおばあちゃんのスープがおいしかったですというわけです塩のことを言ったりはしませんよねどういうことかというと 塩は味を出すためには溶け,な溶,かれ溶けなければいけないわけです。それが塩の使命なわけですね。塩はすべて溶かれなければ溶か、溶けなければ味が出ないわけです。溶ける時に味が出るわけですね。その塩について誰もその塩を褒めたりしてくれることはありないわけです今日私たちの 使命神徒の使命もこのようなものであります。イエス様はヨハネ12章24節でこう語られています。私はあなた方に言うと。一つの麦が、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままであると。しかしもし死んだなら豊かな実を結ぶようになると語っていますね。ここに塩とは書いていませんけれども、 塩の使命と同じ内容を記録しているわけです。イエス様は一粒の麦として死なれました。塩も同じように溶けました。その時にまた新たな実を結ぶことになるわけです。塩が自分の使命を果たせば味が出るように。 キリスト教の信徒一人一人が、クリスチャンがこの塩としての役割をなすならば、す、え、べ、ー、てにおいて味が出るわけです。和解が,和解が起こり、また、えー、親しみがあふれて。マルコ九章五十節を見ると、塩は良いものであると。しかし、もしその塩の味が抜けたら、何によってその味を取り戻されようかと。 あなた方自身のうちに塩を持ちなさいと、そしてお互いに、えー、和らぎなさいと語っていますよね。私たちの中に塩があるならば、私たちが行くところどころで神様の恵みが満たされて、お互いに愛し合い、和らぐ、そういう、えー、暮らしにならなければいけません。この際、4章6節にも、あなた方の言葉がいつも親切で、 塩味の効いたものであるようにしなさいと語っていますね。そうすれば、一人一人に対する答え方が分かりますと語っています。恵みの中で塩,塩味の効いた言葉を使いなさいと。今日、私はこの御言葉をじゅ準備しながら、えー、このメッセージは私にするものだなと感じました。私が牧師として自分自身に語る説教です。 言葉を語るときに塩味の効いた言葉を語りなさいと。しかしヘビはどうですか、皆さん。創世記にヘビが出てきますけれども、ヘビは行くところどころで、えー、悪口を言い、噂を立てるわけです。塩は行くところどころで和解をさせ、和らがせ、また安らかにします。しかしヘビはいつも行くところどころで分裂させ、悪口を言い、 争いを起こすわけです。ヘビがエデンの園に登場したその目的は何かというと神様とアダムとエヴァの間にですね争いを起こしてその関係を切り離すことがヘビの目的でした。しかしヘビはここを詳しく見てみると神様が アダムとエヴァに何の命令をされたのかを知りませんアダムとエヴァに言われましたよね善悪を知る木の,実の木の実は食べてはいけないとこのエデンの園にある実りは全て食べてもいいけれどもただ一つ善悪を知る木の実は食べてはいけないと語られたわけですヘビは,はそれを知らなかったわけですよねそしてヘビが来て何と言いましたか神様は何も食べるなと言ったのかと聞いたわけですよね 神様は本当に意地悪だねと。そうやって言うわけです。争いを起こすわけですね。そしてそこに女がえ惑わされてしまったわけですね。その中心にある木からは取っては食べないと言われましたと、その秘密を語ったわけです。女は必ず死ぬとは言わず、死ぬかもしれませんと言ったわけですよね。死ぬかもしれません。 そこから神様と人間との間がですね離れていたわけです。蛇はそこで悟ったわけです。あの木,を食べ木の実を食べてはいけないと語られたんだなと。そしてその時何と言いましたか食べてもいいよと。あれを食べれば死ぬことはないと。強く語ったわけです。そしてその言葉に惑わされて、女がその。 えー、善悪を知る木の実を食べたわけですよね。これを見てヘビを,を何と語るかというと塩のないものであります。またヘビはその塩の効能をなくそうとするのが、えー、その目的なんですね。今日の本文「レベキ2章中3節を見ると全ての、えー、捧げ物を捧げる時には。 塩で味をつけなければいけないと語っていますよね。穀物を持って捧げ物を捧げる時には必ず塩で味をつけなければいけないと語られましたね。なぜそうされたんでしょうか。神様が塩っ気のあるものを好きだからですかそうではないわけです。塩で味をつけなさいということは韓国で、え。ー キムチを作りますけれどもキムチをですね作る時に野菜をまず先に塩をですね塩につけておくわけですそうするとすべ、えー、て野菜が全部、えー、ふにゃふにゃになるわけですよねそれが塩の役割です今日私たちもこの教会に来てまことの礼拝を神様に捧げています ここに塩をつけなければいけないわけですね。私たちが傲慢になって、私たちの違我を持って、心を持って、私はここに来ましたと、傲慢な態度で神様に礼拝を捧げても、そういう捧げ物は受け入れられないわけです。神様が求めておられるのは、頭を低くして、謙遜になって働く、捧げる、そういう礼拝を求めておられるわけです。 しかしヘビはその反対ですね。傲慢にさせました。いやあなたはとても素晴らしい人だと。なぜあなたが食べれないのかと。あれを食べれば神様のようになるんだと。いうわけですね。そしたら神様に向かってどうしましたかああ、私も神様のようになれるんだなと。傲慢になりました。どん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 自分の気持ち、自分の自我が。えー 高くなっていたわけですね。それでアダムとエヴァが堕落したわけです。神様よりも自分が中心になってしまったわけですね。皆さん、私たちも毎日毎日自分自身に塩を売って神様がおいしいと認めておられく,られくれるそういう生きた捧げ物とならなければいけません。塩というものは必ずしょっぱくなければいけません。その塩気がなければ どう,やってどうやって味をつけることはできますか捨て,られるという捨てられる塩というものは味のない塩であります。この塩というものは信仰がある人。信仰があって御言葉を守る人が塩気のある人であると言えます。信仰があって御言葉をしっかりと守り歩む人。それが塩味のある信徒であります。 えー、ロトの妻について見てみるとソドムとゴモラが滅亡するときにロトの妻は、えー、逃げていくときに振り返ったことによって塩の柱となりましたよね。その塩の柱は何も味のない塩であります。意味のない塩であります。しかしなぜロトの妻が振り返ったのでしょうかそれは。 もう心をソドムに奪われていたということです。ソドムが心の中にありました。ソドムが心の中を支配していたわけです。信仰も奪い、御言葉ばを奪いました。自分が守らなければならない、この御言葉ばを守るのではなく、ソドムのそのことだけを考えたわけです。神様の御言葉ばをしっかりと掴んで逃げていかなければいけないにもかかわらず、 その御言葉を守らずに振り返ってしまったわけですね。なぜですか心がもうソドムに奪われていたからです。奪われていたから。ロトの妻は味を失った塩になってしまったわけです。御言葉を守らず、味を失ってしまった塩であったと語っているわけですね。2つの2種類の神道があるといいます。 2種類の信徒、世の中に属する人がいれば、人インド主義、隠れ主義な信徒があると言います。世の中に属する人は、世の中のものを教会の中に持ってこようとする人を表しています。教会を世の中のように変化させようと。世の中でこれが有機。 有名ですとこれが今人気ですと言いながらこうしましょうああしましょうと世の中のことを持ってくるわけですロトの妻がこのような人でしたソドムが自分の心の中をもう支配していたわけですソドムがもう懐かしくて恋しいわけですまことの教会である山に向かっていくのではなく心がもうソドムに向かっていたわけですその反対に隠れ主義というものはどういうことかというと 世の中と断絶して暮らす人です。もちろん重要ではあります。しかし、このような信徒も塩の役割をして果たしていない人であります。教会というものは塩の工場です。ここで塩を一生懸命作り出して、その塩をまた、えー、世の中に出ていかなければいけないわけです。塩を持って世の中を変化させ、塩を で味をつけるそういう役割をしなければいけないということです。ですから世の中と完全に断絶されてもしても駄目なわけですね。教会は世の,中に変わ世の中のように変わってもいけませんしまた世の中と断絶してもいけません。世の中を教会の姿に神様の姿に変化させていくそういう使命がこの塩の、えー、味を持った信徒の使命であります。 どこに行くにしても塩をもって味をつけていく信徒とならなければいけません。2番目に信徒の使命は、えー、腐ることを防止する使命があります。腐ることを防止する使命。この塩というものは昔冷蔵庫がなかったわけですから、塩を持って防腐剤として暮らしていたわけですね。 塩をかけて、つけて、保存していたわけです。イエス様は今日の本文を通してみても、あなた方は世の中の塩であると語られましたね。それは何かというと、世の中はもう腐ってきていると。それを主は語っておられるわけです。世の中はもう腐っていると。しかも問題は、世の中が腐っているということを語るのではなく、 イエス様の弟子たちまた信徒たちがその腐っていく、えー、世の中を塩の使命をもって、えー、防腐しなければいけないことを語っているわけです塩としての防腐剤としての使命を果たさなければいけないということですね味を出させまた腐らせることのないようにすることその使命を果たさなければいけないということです 塩は清める役割があります。出エジプトキ30三35節を見ると、これをもって香を調合法に従って香ばしい聖なる純粋な香油を作りなさいと語っています。塩をもって純粋なものにしなさいと、清めなさいと語っています。またテトス2章7節から8節を見ても、 また全ての点で自分自身が良い技の模範となり教えにおいては純正で威厳を保ち非難すべきところのない健全な言葉を用いなさいそうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるであろうと語っていますねこの箇所には塩という単語は出てきませんけれども塩の使命を語っています ここを見ると、教えにおいては純正でと語っています。また、威厳を持ちと。また、非難すべきところのない健全な言葉を持ちなさいと語っていますね。塩を打って、塩を持って腐敗のない、腐っていない、そういう正しい清い歩みをなしなさいと。そうすれば、サタンが私たちを攻撃することはないということを語っているわけです。 この歌詞を見るとダニエルの姿が思い浮かびますダニエル6章4節を見るとバビロンの人々がどう語りましたかダニエル6章4節を見ると大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたけれども何の口実も欠点も見つけることができなかったと語っています彼は忠実で 彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからであると語っていますね。塩の人であったということです、ダニエルが。言葉にも行動にも、すべての生活において塩のあるもの、腐っていないもの、欠点のない、そういう人であったということを語っているわけです。バビロンの人々は、このユダヤ人、この人が嫌なわけです。ダニエルが嫌いなわけです。そして、妬んで。 恨んででいるわけですよねどのようにしてでも、えー、欠点を見出そうとしたんですけれども見つけることはできませんでしたこれはダニエルが完璧な人だったということではありませんダニ,エルダニエルも人間でしたから失敗することもありましたしかしそれが重要なのではなく正しく誠実でまた恵みに満たされまた間違っていることがあるならば悔い改めて正しく暮らしたわけです ですから誰一人欠点を見出すことはできませんでしたそれが塩のある人ですダニエル六章五節を見るとそこでその人々は言った我々はダニエルの神の立法に関して彼を訴える口実を得るのではなければついに彼を訴えることはできないと語っていますね彼には決して欠点がないと語りました彼の神の立法について口実を見つけようとしても 何の口実も見つけられないと語っているわけですね。いくらあの人はおかしな宗教を信じる人だと、そうやって言ってもですね、彼から欠点を見つけることはできませんでした。何の口実も見つけることはできなかったわけです。ダニエルの暮らしについて語ることは何かというと、世の終わりを暮らす信徒も同じようにダニエルのように暮らさなければいけないということを意味しています。 世の終わりにも海から獣が現れて信徒を攻撃します攻撃するその方法は何かというと御言葉を持って攻撃するわけです宗教生活信仰生活御言葉に対する愛みについて攻撃をするわけですしかしダニエルを通して私たちに見せてくださっているわけですねどう暮らすべきかをでは私たちも同じようにダニエルのような 塩の人とならなければいけません。神様が本当に認められる、そういう信徒になることを、主の皆をもって祝福いたします。民数記18章19節を見ると、塩のある信徒には塩の契約を下さると語っておられます。塩は変わりがありません。腐敗を防ぎますよね。神様の契約は塩の契約です。それは 永遠に変わらない永遠に腐ることのない変わらずない契約であると語っているんですねそういう契約を誰にくださったのですか塩の人にくださるわけです塩を持った人にまた最後にこの塩というものは、えー、治療する力もあります塩には治療する力があります列王記芸2章19節から22節を見ると この町の人々がエリシャに行った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いですが、水が悪く、この土地は流産が多いのですと語っていますね。水が悪いと語っています。そしてその水を使って農業を営むと、すべてが腐ってしまうと語っていますね。そして20節に、するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさいと。 人々は彼の,ところ彼のところにそれを持っていった。そしてエリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこうおせられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っていると語っていますね。水,が問題水の,その質に問題があったんですけれども、そこに塩を入れました。 そのことによって水が良い水,の変わ良い水に変わって多くの実りを結ぶようになったと語っています。このように塩は癒す力があるわけです。ここを見るとエリシャは何と語っていますか塩によって主はこう仰せられると語っていますね。主はこう仰せられると。水にその塩を投げ込みながら主はこう仰せられる。主が 癒されるんだと語っています、ね、今日私たちもこの御言葉を塩のように私たちの言葉と行動と心と生活全てにおいて塩をまかなければいけませんそういう時にその塩が癒しの力を持ってきてまた多くの実りを結ぶことができるように全ての問題を癒してくれる力をもたらせると語っているわけですでは結論的に この塩の使命においての一番重要なものは何でしょうかそれは溶けることです。溶けること。塩は必ず溶けなければいけません。塩が溶,かれ溶けなければ水にそのまま浮いていると考えてみてください。何の意味もないわけですね。塩は必ず溶けたときにその使命を果たすことになるわけです。 溶けた時に味を出しまた溶けた時に防腐剤の役割をしてまた溶け,ないと溶けないとその約束された永遠なる契約が私たちには与えられないわけですね私たちが溶けなければいけないわけですこの用の使命を果たす信徒そういう信徒があるところにその教会はリバイバルを起こすことができます またこういう信徒がそういう教会が社会にある時その社会もまた腐ることのなくまた生き返ることができるわけです。こういう塩がある時味が出て暮らしも豊かになります。皆さん今日も与えられた御言葉のように私たちが塩の人としてどこに行くにしても何をするにしてもいつも必要な存在として認められ。 またあの人だけがいればあ雰囲気が良くなると全てが良くなるとそうやって認められるような主要の人となって神様の前に栄光を表す皆さんとなることを主の皆を持って祝福いたします祈ります愛する父なる神様感謝いたします今日主要の使命について私たちに教えてくださり私たち自身を振り返り 私たちの暮らしにおいて塩があったのかまた祈る中で私たちは自分の姿を振り返りながら食い改めこれからもっともっと神様に認められる塩として歩むことができるように導いてください世の中を腐らせるのではなく世の中を生かすものとしてまた家庭を生かすものとしてまた教会が本当に味のあるおいしいそういう教会となって 私たちが捧げるこの礼拝も神様に喜ばれる礼拝となることはできるよう導いてください。潮のように溶けて謙遜な姿として歩むことはできるよう導いてください。神様に喜ばれるものとなり、また行くところどころで神様の栄光を表し、キリストの愛を伝える信徒となることはできるよう祝福してください。その通りになることを信じて、 イエス・キリストの皆によって説明をお祈りいたします。アーメン